また新しいスマートフォンが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。ヌビアレッドマジック6です。こちらのスマートフォンは、まあゲーミングスマホでね、有名なレッドマジックシリーズの最新モデルになります。 まあゲーミングスマートフォンということなので、まあ非常にね、スペック、性能が高いスマートフォンになっているんですけれども、SOC はね、まあ当たり前ですけども、スナップダラゴン888を搭載しています。まあそれ以外のスペックもゲーミングスマホらしいね、めちゃくちゃハイスペックなものになっていますので、今から紹介していきたいと思います。 それではね、早速開封していきたいと思います。で、このレッドマジックのシリーズは結構ね、このパッケージもですね、いつもデザインが凝っていて、毎回楽しみなんですけれども、まあ、今回もですね、まあ、黒に赤ということで、非常にかっこいいデザインになっています。ただ今までのものに比べると、ちょっとね、おとなしめかなと思いますけれども、なかなかかっこいいですね、箱も。それでは、開けていきましょう。 それではね、お約束の同梱品の確認をしていきたいと思います。本体は後回し。こちらのパッケージもいいですよね。ちょっと高級感漂う化粧箱といった感じですね。まずはですね、小さい箱にね、充電器が入っていました。で、こちらはですね、ちゃんと PSE マークがついています。で、こちらの充電器は 30W ですね。最大出力が 30W に対応しています。で、本体の方は 65W の高速充電に対応しています。 でこちらの充電器ですけどね、ちゃんと日本で使えますし、PSE マークもついているんですけれども、r レッドマジックシリーズはですね、まあ、5S も、まあ、ちゃんと日本で販売をしていて、儀、ま、的、あ、を、ね、取ったりして、しっかり日本で、ね、販売できるような形になっていたんですけれども、まあ、今回はですねさらにこう代理店がね日本の代理店が入りまして、日本国内でサポートをしてくれるということなので、まあ、以前から日本で、ね、購入することはできましたけれども、さらにね、まあ、日本でも安心して利用できる端末になっています。 で、もちろんですね、対応バンドの方もね、日本のプラチナバンドですね、4G、18、19、26にも対応していますんで、議的も取得しているということですので、えそういった部分でね、普通に、まあ、日本でね、販売されるスマートフォンといって間違いないと思います。こちらのね、小さい箱に入っていたのは、これはね、充電用のタイプ C のケーブルになります。タイプ C、タイプ C のケーブルですね。それでは最後ね、ちょっと大きめの箱を見てみましょう。 嬉しいことにね、ケースが入っているんですけれども、まあ、TPU のね、柔らかいものになります。まあ、ただケースといってもね、ここ、ど真ん中ががっつり開いてますんで、まあ、どっちかっていうと、こういうフレームのね、えー、周りをガードするものになっているのかなと思います。まあ、それでも最初からついているのはいいですよね。 あとはですね、説明書と保証書が入っています。で、説明書の方はね、えー、ちゃんと日本語の表記がありますね。で、修理とかもですね、まあ日本の国内で対応してくれるということなので、やっぱりね、このゲーミングスマホって正直言うと結構ね、値段は高い端末になりますので、そういった部分も非常に安心です。この箱の裏にね、シムピンもついています。はい、それではね、早速本体の方を見ていきましょう。 それでは本体の方を見ていきたいと思いますまあいかにもねレッドマジックシリーズといった感じのデザインになっています結構ね今回つるっとしてますねそれではねぐるっと見ていきたいと思いますまずこれサイドなんですけれどもここにですねボタンがありますねまあ、LR ボタンですまあ、よくゲーミングスマートフォンにはねまあ、ショルダートリガーボタンということでまあ、ゲームする時にね使うボタンになりますけれども まあゲームをするときにね、こうやって使うね、えー、ボタンになります。ここにね、両方ともボタンがついています。ただボタンといってもですね、これ押し込むようなものではなくて、あくまでこうタッチするね、まあタッチセンサーのようなボタンになっています。で、このボタンの下にね、ここにちょっと穴が開いてますけれども、このね、レッドマジックシリーズはスマートフォンなのに、 ファンが入ってるんですよ。パソコンとかに入ってるファンが入っています。で、これはね、その穴なんですね。だから吸気か排気かどっちかわかんないんですけども、一応両、ね、ここに穴が開いていて、で、当然こっち側にも穴が開いています。だからどっちからか吸気して、どっちから排気してるということになります。あとは電源ボタンですね。で、ここにマイク穴みたいのがあって、 で、ここにもう一つのね、右側のボタンですね。右のボタンがあります。逆サイドの方ですね。この赤いボタンが、まあ、これはですね、いつもね、ゲームモードにするときの専用のボタンですね。だからゲームをするときに、これスライドのスイッチになっていて、これを動かすことによってゲームモードに入れます。で、これがさっき言ったね、ファンの穴で、ここがボリュームボタンですね。 で、こちら、ね、上側になりますけれども、ここにね、3号のイヤホンジャックがあります、やっぱりゲームする人はね、ま優、あ、先のイヤホンが欲しいと思いますけれども、ちゃんとね、搭載しています、下の方にね、SIM スロットがあります、で、これがタイプ C で、ここスピーカーの穴ですね。 で、当然ですね、これステレオスピーカーに対応していて、もう一つのスピーカーね、この上側のこのディスプレイのね、この境目のところにね、少し穴が開いていて、ここにスピーカーが入っています。で、この端末はですね、DTS の Ultra X っていうものに対応しています。まあ、これもよくね、ゲーミングスマホで出てきますけれども、まあ、そういったね、ちょっと臨場感溢れるね、サウンドが体験できるというスピーカーになっています。それでは一応重量を測ってみましょうか。重量は 230g です。 まあちょっと思ったより重たかったんですけど、持った感じはね、そこまで重くないんですよね。なんかこう、つるっとしてるのと持ちやすいのもあって、そこまで重量感じないんですけれども、ただ実際 230g っていうとかなりのヘビー級ですよね。とりあえず端末の方立ち上げてみました。まずね、ディスプレイがすごく綺麗ですね。で、画面のサイズは約6.8インチです。 でフル HD ププラススのディスプレイになっていますでリフレッシュレートはなんと 165Hz ですねただ可変リフレッシュレートなので、まあ、状況のうちで、ねまあ、自動に切り替えるということで、まあ、一応今ここに 90Hz という表示になっていますタッチサンプリングレートはなんとシングルタッチであれば 500Hz ですマルチタッチサンプリングレートは 360Hz に対応しています デバイス情報をね、確認していきましょう。えっ、ー、とね、レッドマジック c o s バージョン4.0ですね。えっ、ー、と、あとはスナップドラゴン八八8 8 8えっ、ー、と、メモリーの方がなんと 12GB です。で、この端末にはね、これ、プロモデルがあるんですけれども、プロについては、ラムがね、16GB になっています。Android バージョンは11です。認証マークを確認するとね、ちゃんと技的マークがあります。 で、設定メニューを見てもですね、まあ、前回の REDMAGIC 5S はかなりね、その日本語を選択しても英語の表示があったんですけども、今回はもうすべて日本語になっています。まあ、かなりね、しっかりと日本語のね、ローカライズがされているという感じですね。 とりあえずですね、アンツズベンチマークをね、分回してみましたけれども、なんとスコアは82万9001点です。GPU も32万点ということなので、まあゲームをね、するにはもう十分だと思いますけれども、というかですね、まあこのスマートフォンよりも性能が高いスマートフォンって本当に限られていると思いますので、まあこのスマホでね、まあ動かないゲーム、このスマホで満足にね、プレイできないゲームというのは、ほぼ他のね、スマートフォンでも満足にプレイできないと思います。 めちゃくちゃね、性能が高いということは分かりましたけれども、もう一つね、特徴的な部分で、やっぱりゲーミングスマホなんで、画面のリフレッシュレートですね。で、このメニューから設定することができます。で、最大 165Hz のね、リフレッシュレートに対応しています。e スポーツレベルの画面で消費電力が大幅に増えますということなんで、やっぱりね、どうしても電力の消費は増えると思います。まあ、ですので、120とか90とか60とか、ここでね、選択することができます。 それではですね、まあ、ゲーミングスマホらしい機能で、ライトストリップ設定というのがあります。で、ここをね、設定するとですね、例えばレッドマジックシンボルランプというところがありますんで、これをオンにしてみましょう。で、ここで、要は光り方を選択します。そうするとどうなるかというと、背面のですね、レッドマジックのシンボルマークが光っています。それではもう一つね、ライトストリップというところがあります。じゃこれをオンにして、 えー、色を選択するので、これを選択してみましょう。そうすると、そうするとですね、ここが光ってるの分かりますかね。はい、こんな感じでね、今光ってるのが分かります。 それではですね、このレッドマジック6はですね、まあ日本のね、えー、バンドに対応していますし、まあ議的も取得しているということで、で、楽天モバイルの SIM カードも使えるということなので入れてみたいと思います。で、SIM スロットは一応裏表で2枚入るタイプですね。だからマイクロ SD カードは利用できません。それではね、SIM カードを入れてみます。楽天の SIM カードを入れましたけれども、そしたらすでにね、4G のアンテナが立っています。 SIM カードの設定を見るとですね、まあ、ボルテがもうオンになっています。でさらにね、APN ですね、APN も自然に取れてますね。だからおそらくこのまま使えるんじゃないかなと思います。そうするとですね、まあ、アンテナも立ってますし、まあ、HD というマークが出てますんで、これでね、まあ、ボルテがオンになっていると思います。ちょっと電話かけてみますね。 ということで、まあ普通のね、A、2アプリでも着信ができていますので、あとはね、楽天リンクアプリを入れて認証すれば楽天リンクも使えるようになると思います。それではですね、まあ楽天リンクのアプリも入れて認証して使えるようになりました。それではあとは Wi-Fi on の時に番号が通知されるかですね、えー、番号非通知問題を抱えている端末なのかどうなのかをチェックしてみたいと思います。それでは電話かけます。 えっと、今見ていただきました通り、Wi-Fi がオンでも、まあ、アンテナが立っていればね、モバイルデータ通信がオンであれば、番号を通知される端末ですね。まあ、そういった部分で言うと、楽天モバイルの使い勝手は、まあまあいいかなと思います。それではね、この端末の一つの売りであるね、ゲームモードを見ていきたいと思います。ここにね、こう、スライドのスイッチがありますんで、これをオンすることによって、ゲームモードに入ります。それでは行ってみます。 音聞こえますかねファンがこれで自動に入ってね、ファンが回り始めました。それではですね、ゲームモードを見ていきたいと思います。でこれ実際 PUPG の画面なんですけれども、まあ、ゲームモードに入って、そのゲームモードを使いたいときは、ここからね、こう引き出します。そうするとね、こういう画面が出てきます。で、ここでですね、例えば単純にね、リフレッシュレートを変更したり、あとファンのオンオフですね。今オフにしました。でこれオンにします。 こうね、アニメーションが出てファンがオンになりました。こういう設定ができます。あと、エイミングアシストですね。で、これはオンにすると、要はですね、このね、PUPG なんかやるときに、この標準ですよね。標準のマークがわかりやすく、今、こう白くなってるのわかりますかね。はい、こういう風に大きくなってわかりやすくするという、ちょっとね、インチキ的な機能だと思います。さらには、 えー、あとこっちですね。あとはですね、例えば録画をしたりとか、あとメッセージをブロックしたりとかね、そういった機能はこっから選択することができます。あと電話をブロックしたりもできますね。あとはまたね、インチキ的な機能で、例えばね、このハンティングモードっていうのがあります。こうするとですね、ちょっとこういう風にね、見やすくなると言いますか、まあ色がはっきりするといいますかね、こう白黒ではっきりさせて相手をわかりやすくするというね、ちょっとインチキ臭いモードも搭載しています。 あとはね、この LR ボタンなんですけど、この設定見ていきましょう。これはですね、ここにショルダートリガーボタンというのがあります。で、これをオンにしますね。で、要は LR ボタンをどこに設定するかというものになります。だから例えば R をこのリロードにね、設定するとしましょう。このリロードですね。で、こっちの L のボタンを、えっ、ー、と、このね、じゃあこのリンゴ、投げるものをね、選択するところに設定しておきましょう。はい、こんな感じですね。で、これで一応 OK です。はい、そうするとね、タッチボタンが保存されましたということで、えー、先ほどやった通りね、じゃあ、こっちが右側のボタンやると、まあ、リロードするはずです。とりあえずちょっと弾を打ってみます。はい、ちょっと打ちました。んで、これを押します。はい。リロードしましたね。で次はですね、左側のボタンは、このリンゴをですね、投げるアイテムを選択するところに設定しましたんで、これを押してみますね。はい、今これで設定されました。で、これでリンゴを投げると。 いうことができます。だからこの LR ボタンを自由にね、このゲームに応じて設定して、まあ使うことができるというものになりますね。あとはですね、このゲーム強化っていうところがあります。で、ここを選択することによって CPU とか GPU のパフォーマンスを設定することができます。今スマート調整ということなんで、ゲームのパフォーマンスに応じて CPU、GPU をまあ自動にね、えー、まあ割り当てますということが書いてあります。ただこれ GPU 強化にするとですね、はい、わかりますかね。 GPU の方のグラフが上がって CPU が下がりました。逆に CPU ターボを押しますね。そうすると CPU が上がって GPU が下がったということで、まあ、これでですね、CPU と GPU のまあパフォーマンスをまあ、ね、自分で設定することができます。で、まあフルパワーできたかったらこのスーパーパフォーマンスっていうのをね、やると、 まあちょっとね、発熱しますよということがありますけれども、まあ、これでね、両方ともこうね、上がってくるということで、まあ、この状態が一番ね、パワーがある状態じゃないかなと思います。まあ、この状況がね、まぁ、あ、一番そのパフォーマンスが高いということなんですけれども、先ほどね、アラートが出ました通り、まあ、バッテリーの消費とまあ発熱が多くなるということなので、まい、あ、大体スマートにしておけば十分じゃないかなと思います。 それではですね、カメラアプリを少し見ていきましょう。まあ、ゲーミングスマホなんでね、それほどカメラ機能を売りにしているわけではありませんけれども、まあ、トリプルカメラになってますね。で、メインカメラは6400万画素のカメラ。で、800万画素の広角カメラですね。あと200万画素の、まあ、振動センサーのトリプルカメラ構成になっています。それではまず写真モードですね。まあ、AI とか HDR とかね、えー、よくある機能が、まあ一応ね、利用できます。 ま、一般的に使う機能はほぼ揃ってるんじゃないかなと思います。まあ、ただですね、この写真モードの中で、広角カメラにね、切り替えるところがないんですよね。まあ、これデジタルズームだと思います。で、これ前のね、RedMagic 5S とかね、そういったものもそうだったんですけど、カメラアプリの中に広角カメラに切り替えるボタンがなくて、まあ、このプロショットっていうね、いわゆるプロモードの中に、ここにね、レンズの切り替えがあるんですよね。だからちょっとね、この写真の方にも普通にね、レンズの切り替えがあってもいいんじゃないかなと思いますけれども、 まあね、プロモードを使って撮ってくれということなのかなと思いますけれども、一応ね、プロモードからあ広角カメラを選択することができます。で、こちらのね、プロモードはね、他のスマートフォンにもありますけれども、ホワイトバランスとかね、ISO 感度とかをまあね、自分で設定するモードですね。それでは次は動画撮影機能ですね。動画撮影機能は手ブレ補正のオンオフがね、ここにありますね。一応画角に変化がありますので、まあこれでね、手ブレ補正をオンにすると画角が狭くなります。オフにすると広くなります。で、設定 低の方から解像度ですね。解像度の方は、ウルトラ HD8K ですね。8K 撮影ができます。で、4K の撮影もできますし、4K の60フレームの撮影もできます。で、当然フル HD の60フレーム、フル HD と HD720p ということなんで、まあ一通り撮影できますね。ただですね、あの動画撮影時にレンズの切り替えがないんですね。だから広角での動画撮影っていうのはちょっとこっからはね、切り替えられないというかできないのかなという感じです。 あとは夜景と、まあ、縦向きってのがありますね。まあ、これポートレート撮影ですかね。それではあとはね、カメラファミリーっていうところにまあいろんな撮影機能があります。で、この中にですね、まあ、例えばマクロ撮影ですね。えー、マクロカメラを使った撮影もねカメラファミリーの中から入れます。あとはよくあるねタイムラプスとかスローモーションもここから選択できます。まあ、それ以外にも結構いろんなね、撮影機能があって、 で、まあ、ちょっとね、どういう機能かっていうのは全部紹介しきれないんです例えばクローン撮影とか、まあ、ファントムとかですね、アートカメラ、フォト ID、えぇ、ー、ライトドローとかね、ちょっとどういう機能かわかんないんですけども、あと星空の奇跡とかね、まあ、なんかちょっとタイムラプス的な機能でしょうかね、まあ、いろんなね、結構楽しめる撮影機能がここにあります。 の動画はヌビアアレッッドマジク6のアウトカメラで撮影をししています音声の入り方どうでしょうでょか動画撮影中のオートフォーカスははい当然ありますね。後ろに行きました、手前に来ました、後ろに行きましたということですね。で動画撮影中の手ぶれ補正なんですけれども、まあ、フル HD の60フレームでも効きますし、まあ、4K の60フレームでもね手ブレ補正が効くようです。 今回はですね、えー、ヌビアのレッドマジック6をね、紹介させていただきました。まあ、ゲーミングスマホということで、まずね、スナップドラゴン888を搭載していて、まあ、ラムもね、12GB ということなんで、まあ、非常にね、えー、性能の高いスマートフォンになっています。 まあですので、まあ現状存在するね、ゲームをプレイするということであれば、まあほぼね、快適にプレイできると思います。まあむしろね、この端末でもね、快適にプレイできないゲームというのは、まあ他の端末ではね、ほとんどね、快適にプレイできない。まあほぼ最上位レベルのね、性能なので、まあそういった部分でね、やっぱりゲームに妥協したくないという方にはおすすめの端末だと思います。 で、性能はね、非常に高いんですけれども、やはりゲーミングスマホとしてもう一つ要求されるのは、その冷却性能なんですよね。で、この端末は、まあ以前のね、レッドマジック 5s もそうなんですけれども、まあこのね、スマートフォンの中にファンが入っていて、まあファンで冷却するっていうのは、まあいわゆる空冷なんですよね。 で、このファンは結構正直と音はしますけれども、やっぱりね、普通のスマートフォンにはね、えー、到底存在しないこのファンを搭載してるっていうところがもういかにもね、ゲーミングスマホらしくて、まあ、さらにね、こう、外付けのファンなんかも、まあ、オプションになりますけれども存在していますんで、本当にですね、ゲームにね、とことんこだわりたいという方には、非常にお勧めできる端末だと思います。 でね、この冷却システムもですね、その前の端末よりもかなりね、その効率が良くなったということで、まあ、ちょっとね、実際にゲームしているところではそれほど体感はできないんですけれども、まあ、かなりその冷却性能も上がっているということなので、まあ、当然ね、スマートフォンの性能も上がってますし、あとスナップドラゴン888っていうのはちょっとね、発熱するっていうところもありますので、まあ、そういった部分でこの冷却システムもね、まあ、かなりパワーアップしてるということで、 まあ SOC もパワーアップしたけれども冷却性能をパワーアップしたということでまあ総合的にやっぱりねゲームをプレイするには非常に適した端末になっています。 で、ゲーミングスマホらしい機能として、やっぱりこの LR ボタンですね。まあこれは他のゲーミングスマートフォンにもありますけれども、まあこの端末もね、まあしっかり搭載をしていて、まあさらにね、そのゲームモードの中で、まあ自分でね、設定できる。まあどこにね、このボタンを割り当てるかというのもね、自由に柔軟に設定できますので、まあこの辺もですね、ゲームをプレイする方にとっては、まあ非常に便利な機能だと思います。 まあ、あとは、ね、まあ、ゲームモードがありますけれども、まあ、こちらでもですね、ゲーム中の、まあ、いろんな設定なんかがね、非常にやりやすくできてますし、まあ、あとはですね、その CPU のパワーであるとか、GPU のパワーも自分で選択ができるということで、まあ、本当にね、ゲームをするいろんな設定ですよね、えー。いろんなこだわりたい設定が全部そこでね、集約されていて、まあ、そこで使えるというのが非常に便利だと思います。まあ、あとはですね、まあ、録画の機能だったり、そういうね、通知をブロックしたりする機能もありますし、まあ、ゲームに集中したいということで、まあ、 特にですね、ゲームをすることに非常にねこだわりを持ったいろんな設定とか機能が詰め込まれている端末になっています。 で、もちろんですね、この端末は、もう今ね、説明したとり、とにかくゲームをすることに徹した端末なんですけれども、まあ、ただね、ゲームするためだけにやっぱスマートフォンを買うというのもね、なかなかね、金銭的に厳しいところがあると思います。まあ、ということはやっぱりね、メインスマホとして使いながら、まあね、ゲーミングスマホとしても使うということだと思いますけれども、まあ、この端末はですね、ちゃんと日本語にもね、対応しています。で、前回のやっぱ 5S はちょっとね、日本語化が甘いところがあったんですけども、まあ、この端末はかなりね、そういった部分で日本語が しっかりされれてていいまますしししし最初にも説明しました通りね、まあ、日本の国内でサポートしてくれるということですこの辺も非常にですね、まあ高価な端末になりますので、まあそういったところを含めて安心できるんじゃないかなと思います。で、あとね、技敵も取っています。まあこれも前のモデルも取ってるんですが、まあ議を取得していますので、まあ日本でもね、ちゃんと使えますし、あと楽天モバイルですね、まあ最近人気の楽天モバイルも基本的には SIM カードを指すだけで利用することができますので、まあこの辺もね、非常に使いやすいと思います。で、もちろん楽天モバイル以外もですね、 バンド19、バンド18に対応していますのでどこも au、ね、ソフトバンクそして楽天モバイルまで、まあ、全てに、ね、対応していますのでその辺もです、ねまあ、メインスマホとして使っていく上でも十分、ね、使える端末になっています。 今回はですね、まあ、レッドマジック6をまあ紹介させていただきましたけれども、まあ、ゲーミングスマホということで、まあ、基本的には、ねまあ、目的外の商品になります。まあ、基本的にはゲームをされる方が購入する端末になると思います。で今までもですね、このレッドマジックシリーズっていうのは、まあ、あの日本からも購入できました。で元々ですね、まあ、そのゲーミングスマホとしては非常に実績のあるねメーカーですし、まあ、ブランドなので、 まあ日本からも購入してた方いらっしゃると思うんですけれどもただそれはですね、やっぱりそのメーカーのまあサイトからまあ購入するで結局海外から、ね、送られてくるっていうことだったんですけども、まあ、今回の、ね、このレッドマジック6については、まあ、日本の代理店が入ったということでえ日本の、ね、国内で購入できるし、まあ、そういったサポートも日本で受けられるということなのでそういった部分で、ね、非常に買いやすくなったと思いますでどうしてもです、ね、このゲーミングスマホって性能も高いしあと特殊な機能ですね例えば LR ボタンであるとかさっき言ったファンであるとか まあ普通のスマートフォンには搭載されていない特別な機能が、ね、いっぱい搭載されているので、まあ、どうしても価格が高いんですよね、まあ、そういった部分でやはり日本でサポートが受けられる日本で安心して購入できるというのは結構、ね、あの買いやすくなったんじゃないかなと思いますでこのレッドマジック6なんですけれども、まあ、価格の方は899ドルですね。 でまあ、日本国内での価格は税込みの103,385円ということなので、まあ、やっぱりね、そんなに安い端末ではありません。まあ、そういった部分でね、やはり日本で購入できるようになったっていうのはね、非常にメリットがあるし、まあ、買いやすくなったし、まあ、非常に安心できるんじゃないかなと思います。はい。今回は以上です。